こんにちは、萌えです。今回はですね、質問コーナー第3回目ということで、5000人超えた時にいただいた質問を続きを答えたいと思います。では早速、有政さんからの質問をいきたいと思います。ありがとうございます。風景画を描こうとしてもイラストっぽくなってしまいそうなのですが、そのあたりは気にしなくても大丈夫なのでしょうか。絵を描く上で何が正解なのか迷いそうです、ということなんですけど、個人的に絵に正解ってないと思っているので、自由に描いてもちろん大丈夫だと思います。ただ自分の中でこのイラスト風な仕上がりにしたくないのに描けないという場合は練習が必要かなと思います。でイラスト風になりがちな描き方としては、輪郭とか縁を結構はっきりと描いてしまうこととか、でその、境目のグラデーションが綺麗にできていないとか、あとは遠近感が出せていないというのがあると思います。で、あとはですね、光と影のつけ方がうまくいかないとかですね、そういうのがあるかなと思います。なので自分が描いてみてちょっとイラストっぽいなって思うところ、まあ練習だったら印をつけてもいいし、こうちょっと自分でどこがいけないのかっていうのをですね、分析して、ここを直したら良くなりそうかなっていうところを改善点を見つけるっていうのがいいかなと思います。で例えば風景画だったら木を描いても木だけちょっとイラストっぽくなっちゃうなっていう場合だったら、風景画というかもう木のを描く練習をだけするとかですね、自分が苦手なところをどんどんいっぱい描いていくと、上達するかなと思います。はい、次、ピンコピンコさんからいただきました。ありがとうございます。絵とは関係ないのですが、外国で驚いたことや困ったことなど、また日本と考え方が違うなと思ったことなどあれば教えてください、ということなんですが、外国で驚いたこと、そうですね、10年アメリカに住んでいたんですけど、住んでる時よりももしかしたら日本に帰ってきてた時の方が違いを感じたかもしれないですね。まず絵描きとしては、こう日本人よりもアメリカ人の方がすごい自分に自信を持ってる人が多いなと思いました。まあ、それはなんかもちろんこう過大評価しすぎてると良くないなって思うこともあるんですけど、自己 PR がすごく上手な人が海外多いと思います。まあ、本当人によりますけどね、もちろん日本人でも自己 PR 上手な人もいっぱいいるんですけど、なんかそういう人が多いかなと思いました。なんか自信がある人かなと思いました。で、まあそれもね、私に足りないところであるので、まあ、なんか日本人だとなんか自分のことを自慢げに話す人って結構こう好かれないようなイメージあるんですけど、なんかやっぱある程度自信が、ね、自分に自信があった方がいいかなって感じました。あとは自分の手法を、なんか技法とか手法とか絵を描いている上で言うと、そういうのを隠したりあんまりしないかなっていう気がしました。なんか自分でこう研究をして方法をこう編み出したものをですね、他人に教えたりっていう、そういうのって結構真似されるのが嫌な人もいっぱいいると思うんですけど、なんか海外の方がこうYouTube とかのハウトゥーとかですね、テュートリアルとかそういうのが多いのもそれでかなとも思います。まあ、なんかあんまり隠さないというか、でも実際に私も描いてるところをこう動画にして載せたりとか、まあ、どうやって描いてるのか話したりとかってしてるんですけど、まあ、自分的にはほとんどデメリットは感じないです。で、まあいいところは真似してもらえたらいいなと思うし、参考にしてもらえたらいいなと思いながらやってます。でただその分自分ではこうどんどんスキルアップして、なんかいろんな新しいことを見つけて、なんかレベルアップしていかないといけないんですけどね、なんかこうそれもこうモチベーションにつながるというか、そんな感じでやってます。なので、まあ、そういう自信がある人とか、自分のやってることをどんどんオープンにしていくとか、そういうことが海外の人はそういう人の方が多いかなっていう気がします。なんか生活で困ったこととか、まあ、なんか時間にルーズとか、約束してたのになんか電気屋さん来ないとか、なんかそういうのはもう日常茶飯事で、もう電話も繋がんないみたいなとか、まあ、なんかすごい生活面でのそういう違いとかはですね、困ったこととかもいろいろ経験してるんですけど、またその辺がちょっと聞きたいなと思う人がいたら
お話ししようかなと思います。はい、次黒猫さんからいただきました。はい、次黒猫さんからいただきました。ありがとうございます。精神的に異常な人が描く絵を見て画家として何を感じますか？素人的にはあれこそ誰にも真似できない真のオリジナル作品のような気がするのですが、全くのオリジナルは存在するのか知りたいですってことなんですか。はい、でまず私はどこから精神的に異常っていうことになるか判断できないんですけど、世界のこう人々を見てみても育ち方も違うし生まれも違うし考え方も違う人ばっかりなので、こう誰でも誰かからしたらこうみんな個性的に見えるんじゃないかなと思います。でオリジナルのその定義って人それぞれ違うんで答えを出すのは難しいかなと思います。例えばこう絵画じゃなくても絵じゃなくても、例えば何かしらにインスピレーションを受けた時点でそれはもうオリジナリティがないっていう立場からすると 100% オリジナルっていう作品を見つけるのは難しいのかなっていう気がします。なんかこう作家自身の個性を表現したものがオリジナリティがあるっていうんであれば、そういう作品はいろいろあるんじゃないかなって思います。オリジナル作品はいろいろあるんじゃないかなと思います。例えばゴッホとかもオリジナルなんじゃないかって、あれこそゴッホの作品みたいな感じで、思う方多いと思うんですけど、私もそう思うんですけど、それもゴッホの生きてきた経験があるからあそこのあの絵にたどり着いたわけで、こう何かしらインスピレーションを受けてるはずなんですよね。なので、まあ、どこからどこまでオリジナルがだとかはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、それは人によって考え方違うかなと思います。はい、次おいしいパプリカさんからいただきました。ありがとうございます。水張り用のパネルじゃなくて普通の木の板にでも水張りできますかっていうことなんですけど、はい、大丈夫です。ただこう表面を木の表面を濡らした時に、水で濡らした時にこうなんか木の色が出てきてしまったりとか、あのアクっていうかヤニとかね、そういうものが出てきたりしないように気をつけてください。なので、まあ、私はシナベニアとかの普通のキャンバスで使うパネルをよく使ってます。次、はあ、これも読めない、ごめんなさい。この方からいただきました。ありがとうございます。仕事の依頼はインスタからが多いですか？打ち合わせの進め方、値段交渉に手の決め方など依頼編も見てみたいですということなんですけど、そうですね、依頼はインスタからいただくこともあります。で私の場合自分でこう営業することもあるので、てか多いので、そこで仕事をいただく、こともあります。であとは画家としてこう名前を置かせていただいている仲介の会社さん、企業さんとかからお話しいただくことも多いかなと思います。で個人で営業しているところはもちろん打ち合わせ、そのご依頼来たらですね、打ち合わせを、して打ち合わせの時に、まあ、自己紹介から、まあ、一番最初から最後まで自分でやるので、自己紹介からですね、何ができるかを提案、ご提案して、お仕事いただけたらそのお仕事のプロジェクトを進めていくっていう感じですね。でその時に、まあ、日程も決めるし、それはなんかこう工事があればその日程に合わせて入るとか、スケジュールを、調整するとか、あと値段交渉も自分の中で基準、これ、例えば壁画だったらサイズで基本的には決めてるんですけど、そういう基本の、通常の値段これぐらいですっていうのがあるので、それに合わせて、あと、お相手のクライアント様のご予算に合わせてですね、絵を変えていくとか、まあ、あのご相談しながら調整していってるっていう感じです。こんな感じですかね。またそれもちょっと詳しくこういう風にしてますっていうのがあれば、動画にしたいかなと思います。はい、次ヒロフジモリさんからいただきました。ありがとうございます。こちら英語でいただきました。 I would love to learn about your long-term vision aspirations of being an NFT artist、こちらは NFT アーティストとしてロングタームビジョン、ロングタームのビジョンを、
教えてほしいってことなんですけど、 NFT アートについてですね。なんか NFT アートはまだ始めて本当に間もなくて初心者に近いんですけど、一応私も NFT アート出してます。気になる方はというか NFT アートやってる方とかですね、気になる方はチェックしてみてください。いくつか出してます。で、今の時代こうインターネットがあれば世界中の人に自分の作品を見てもらえて、さらにそれが NFT アートってなったらデジタルなので、ネットを通してどこにいても、世界のどこにいてもネットが使えれば、でそのトークンを持ってればですね、それを売買できるので、こうなんかアートの投資とかですね、そういうのも増えていくんじゃないかなと思います。で、すごい不思議な世界だなって思うんですけど、これにどん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 ついていかないといけないなって思ってます。で、結構デジタルアートに対して NFT アートとかに対してこうあんまりだなって思ってるアーティストさんも多分多いかと思うんですけど、私はいろいろこうね、昔はできなかったことなので、どんどんそれについていきたいなと思ってます。例えば、ね、ピカソとかね、そういう昔の巨匠たちはそういうなのなかったんで、こう今のようこう今までのようにこう現実の世界でアナログに絵を描き続けながら NFT 上でしか表現できないこととかをこう研究して挑戦したいなと思います。なので皆さん応援よろしくお願いします。はい、次、ナミヘイ磯野さんからいただきました。ナミヘイさんだ、ありがとうございます。サザエさんだ、たくさんの作品を書いてらっしゃると思うんですが、コレクションの紹介をしていただけますか。あとそのコレクションの意図やなぜ書き始めたのかも知りたいですってことなんですけど、そうですね、作品めちゃめちゃいっぱいありますよ。今まで個展とかグループ展に出してないものも家にあるものもですね、いっぱいあります。で、10年前ぐらいから描いてるので、もう10年以上ですね前から描いてるので、もうその当時の絵も残ってるものもありますし、もちろん売れてなくなっちゃったものいっぱいあるんですけど、その当時のものもあるし、そうですね、なんか私の場合いろんなジャンルを描くので、その分こうシリーズも多いかなと思います。で、なので今回ちょっと全部シリーズをここに出すのはですね、もう大変なことになってしまうので多すぎるので、ちょっと抜粋して最近書いているものを紹介したいと思います。はい、まずこちらです。これはですね、一番最近の私がすごい気に入ってるシリーズなんですけど、これはですね、もともと最初からこのスタイルができたっていうわけではなくて、いろいろ書いてる中で、例えばポートレート書いたり抽象画書いたりとか、そういうのをいろいろ書いてる中でこう改善していって、いろいろ付け加えてやめてとか、いろいろなことをしていってこういうシリーズになったっていう感じなんですけど、なんか普段の生活でも物事の本質って一目で分かるものではないと思ってるので、なんかこのシリーズの良さもそういうところかなって思ってます。ので、一目パッと見てこれがこうだってこう頭の中ですぐに判断できるものじゃないものっていう感じで表してるっていう感じですね。ちょっとすいません、なんか私がね、言葉がうまくないので伝わるかわからないですが、で、またこれも今はこんな感じなんですけど、ここからまた進化していくかもしれないです。なのでちょっと、言葉にしづらいから絵にしてるっていうのもあるので、曖昧な答えですいません。はい、そして次こちら、3D になってるものなんですけど、これはですね、最近壁画で 3D アートを取り入れることが多いというか、取り入れたいなと思っていて、その練習として描き始めたものではあります。で、抽象画に関してはこのシリーズに力を入れてるので、そこからですね、ちょっとまた進化していって、こういうシリーズ、こう粘土を使ったシリーズとか、でこれもその 3D の絵を描いているうちに、その 3D になってる立体になってるものを実際に立体のものを作って組み合わせてみようみたいなと思って、こうそうしてみようと思って作ったのがこういう形になったっていう感じです。こんな感じですね。あとは普通のポートレートとか風景画も描くんですけど、練習も兼ねて、あとは自分の描きたいものとかもあったらそれをすぐ描いたりとか、もういろんなものを描いてます。なのでなんか
私の作品インスタとかで見てくださってる方もいるかと思うんですけど、何かこれについて知りたいとかですね、この作品、見てみたいとかあればコメントに残してもらえたらと思います。はい、次、トモゾーマンさんからいただきました、ありがとうございます。テーマってどういうふうに決めていますかということなんですけど、私の場合ですね、テーマよりもこう何を書きたいか先に決めることの方が多いです。で、私の書くシリーズのテーマっていうのがバラバラなんですけど、こうなんとなく自分の経験とかがね関係してるかなと思います。なんかこう過去を考えてみたりとか、その時の感情を考えてみたりとか、未来を考えてみたりとかしてるかなと思います。で、このテーマで書かないといけないっていう制限があるコンテストとか、そういうものではテーマを先に考えて、作ることもあるんですけど、自主制作では別に何を書かないといけないっていう制限がないので、テーマというかですね、シリーズも自由に決めてます。で、テーマとかコンセプトが思い浮かばないっていう場合は、なんかいろいろリサーチとかもしたりしますね。ただテーマが決まらなくて書けないっていう場合で、それがね、時間が過ぎていくのがただただもったいないので、とりあえず書いて、書きたいものを書いて、でそれを振り返って反省したりして分析したりして、自然にこうテーマがシリーズが、こうできてくるっていうこともあります。なのでテーマが決まらなくて困ってるっていう人はですね、もうそういう書き方も、私みたいな書き方もありなんじゃないかなと思います。ムムさんからいただきました、ありがとうございます。人物画の陰影が分かりません、何色を混ぜたらいい感じになるのかとか、初歩的ですいませんってことなんですけど、全然大丈夫です。人物画を描くときも、物体を描くときも、光と影がすごく重要になってきます。で、何色を混ぜたらいいかっていうことなんですけど、まず光と影をしっかりと理解するには、まず白黒で練習しましょう。で、白と黒のみを使って陰影を表現する練習をします。そうすると、例えばどれぐらい、どこのあたりでトーンを変えればいいのかとか、そういうのが分かってくると思います。で、それはできたらもう白黒は完璧、もうできる、もう影も光も捉えられるっていう風になったら、カラーに移ったらいいかなと思います。で、自分がこう表現したい色がしっかりと自分で作れるかっていうのを見本を見ながら色を作るっていう練習、パレットを作るの上で色を作る練習をして、で、基本としてはですね、描きたい色が自分で作れないと描きたい絵が描けません。当たり前なんですけど、なのでもともとある色、例えば肌色もチューブ買ってこようと思えば肌色のチューブ売ってます。なんですけど、それを買わずに、買ってもそれだけで描くってできないので、例えば肌色はもう白と、オレンジ、赤、黄色、茶色とか、その辺で作ってみるとかですね、自分で一から作ってみるっていうのを練習した方が、色のこう表現の仕方が上手くなる近道かなと思います。で、もう一つ基本的なというか、こう肌の色を作るのが苦手な人がやりがちなのが、黒を混ぜるっていうことかもしれないです。もちろんこう黒っぽいところ、肌の色で黒っぽいところあると思うんですけど、あんまり使わないです。例えば影がものすごく強いところっていうのは真っ黒塗ると思うんですけど、そういうところじゃなくて、こういう肌の色、普通の肌色にしたい時にあんまりね、私の場合黒使いません。で、茶色を混ぜるんです、たりするんですけど、その茶色を作るのに黒を使ったりっていうのはあるんですけど、黒をそのまま白に黒混ぜてグレーにして、そこからちょっと、オレンジ混ぜていくとか、そういうことはあんまりしないです。なので苦手な方は黒をあんまり使わないっていうことにちょっと気をつけてもらえたらうまくいくかもしれないです。で、黒入れすぎるとね、くすんだ感じの色になっちゃうので気をつけてください。はい、次、 AAA15 さんからいただきました、ありがとうございます。ミューラルを描くときは下地など入れていますか？下地はですね、塗るときと塗らないときがあります。で、場所によってはですね、下地場所っていうか、素材によっては下地がしっかり必要なところもあるので、そういうときは、自分で塗ることもあるし、
あとはですね、基本的に業者さんにこう綺麗にしてもらってとか、あとはこう一層ペンキを塗り直してもらってっていう風にすることの方が多いですね。なのでもうほとんど塗る、そのまま塗ることの方が多いです。はい、次、喜びたまえさんからいただきました。ありがとうございます。正直絵から離れたい時とかありましたか？ないですね。まだ絵を本格的に始めてから10年ちょっとしか経ってないので、まだまだ何十年とここから描いていくともしかしたらあるかもしれないんですけど、今のところないです。今ね、絵を描いてるのはすごく楽しいので、描いてる時はね楽しいです。はい、次、こちらの方からいただきました。ありがとうございます。壁画のお仕事は月どのくらいこなしてますか？月によりますが、基本そうですね、平均1から3って感じですね。もちろんない月もあるんですけど、ここ2、3年はですね、1つは入ってるかなっていう感じです。で、多くて3つなんですけど、現場に入ってるのが3つっていうことで、他の時間はですね、何もしないというわけじゃなくて、次の月の壁画の準備をしたりとか、自主制作をしたりとか、そういうことをしてます。はい、次、 727NTK さんからいただきました。ありがとうございます。モネの絵を模写しました。インスタに投稿したいのですが、著作権は大丈夫でしょうか？投稿するだけなら大丈夫だと思います。問題ないと思います。ね、昔の人も他の人の絵を模写して練習してたんですけど、私もねしてます。ただそれ今は著作権が絵によってはね、違うんですけどあるので、それを代替的に販売するとなると問題になる可能性があるので気をつけた方がいいかなと思います。次、川明さんからいただきました。ありがとうございます。作業中にどんな曲を聴いてますか？いろいろ聴いてますが、日本の曲はあんまり聴いてないです。ほぼ洋楽かなって感じです。まあ、気分によって聴くもの変えたりとか、あとは書くものによって変えることの方が多いですね。例えばテンション上げてすごい明るい感じの絵を描きたいときは、タヒチエイティとかトロイモイとか聞いたりとか、あとはもうなんかリラックスしてすごいこうふんわりした感じの絵を描きたいみたいな時は、アルバムリーフみたいな、そういう系の音楽を聞いたりとかしてます。なので曲はですね、絵に合わせてとか気分に合わせて変えて、その辺の曲をですね聞いてます。いろいろ他にも聞いてますが、あげるとキリがないのでこれぐらいにしておきます。はい、ということで質問コーナー第3弾ということで、ちょっと前半というか途中と後半に分けて3つに分けてですね動画作ってみました。前半の方を見てない方はですね、そちらも見てもらえたらと思います。ちょこちょこですね質問いただくので、そちらもですね、動画にしていきたいと思います。なのでチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次の動画で、バイバイ。